発見現場公人国遺跡は島根県出雲市氷川町肝場の小さな谷間にある遺跡、国の史跡に指定されている。公人国遺跡史跡としての指定名称は公人国遺跡であるが、地名を冠して肝場公人国遺跡とも呼ばれる。1983年広域農道の建設に伴い遺跡調査が行われた。この際に調査員が 古墳時代の素液の破片を発見したことから、発掘調査が開始された。1984年から1985年の2、可燃の発掘調査で、銅剣358本、銅卓6個、銅穂16本が出土した。銅剣は1985年に、国の重要文化財に指定され、銅卓。 道保校は1987年に追加指定されていたが1998年に一括して島根県公人国遺跡出土品として国宝に指定されている遺跡自体は1987年に国の史跡に指定された氷川町が中心となり1995年に遺跡一帯に公人国史跡公園が整備され2005年には公園内に 公人国博物館が開館した。出土品は国が所有し2007年3月に出雲市大社長木月東に開館した島根県立古代出雲歴史博物館に常設展示されている。なお、常日の公人国博物館においても特別展などで出土品の展示が行われることがある。同県の一箇所からの出土数としては最多であり、この遺跡の発見は 日本古代史学、考古学会に大きな衝撃を与えた。これにより実体のわからない神話の国という古代出雲のイメージは払拭された。その後の鴨モイワク石の発見により古代出雲の勢力を解明する重要な手がかりとしての重要性はさらに高まった。出土した青銅器の製作年代等については下記の通りであるが、 これらが埋納された年代は、現在のところ特定できていない。丘陵の斜面に作られた上下2段の加工段のうち、下段に葉を起こした状態で4列に並べられて埋められていた。358本の銅剣は、すべて中細型、C 類と呼ばれるもので、長さ50センチメートル前後、重さ500グラム余りと、大きさもほぼ同じである。 弥生い大中期後半に制作されたと見られている。この形式の動腱の分布状況から出雲で制作された可能性が高いが、異形が発見されていないため決定的ではない。いずれにしろ、形式が単一なので同一の地域で作られたことは確かである。また、このうち344本の茎には、鋳造後にタガネ状の工具で印を刻まれている。このような印は、 現在までのところこれらと鴨岩倉遺跡、出土銅卓でしか確認されておらず、両遺跡の関連性が伺える。当時の山和朝廷が出雲を特別な地域であると認識していたことが危機の記述にもあり、また神話の中の3分の1を出雲神話で占めるといったことからも証明される形となっている。さらに時代が下って編纂された式内宮として認められた神社の 出雲地方での総数と出土した銅剣の本数との奇妙な一致が挙げられる。当初は農道を作るために看板と呼ばれる場所であることから、とりあえず発掘調査をすることになり、最初に掘ったトレンチから銅剣が出てきた。担当者は連絡に奔走し、同時に発掘を進めていった。当初は100本位だろうと考えられたが、次々に出土し、 最終的に358本という数に達した。それまでに全国で発掘された道犬の総数を超える数の道犬が発掘されたことは当時のマスコミを興奮のるつぼに放り込んだ形となった。これらの道犬が発掘された1985年7月13日の担当者の話では、梅雨のさなかテントを張って毎日夜も欠かさず見張りを続け、 現場から帰ってきたその日の当直者は顔が変形するほど蚊に刺されたというエピソードもある。出来事島根県立古代出雲歴史博物館に展示していた同遺跡の同犬類のうちの一本について展示台にぶつけて葉の中央に約4センチの亀裂が入っていることが分かった。千年の騒動が静まってから島根県教育委員会では周辺に未発掘の遺物、 遺跡がある可能性が大として、磁気探査機を使って調査したところ、道剣出土地より南へ7メートルに反応があり、発掘が始められた。発掘開始間もなく、道剣出土地点よりも7メートルほど谷奥へ行った場所で、ドータクロック地が発見された。前の甲中央に対して、宙を向かい合わせる形で2列に並べられていた。分類としては、最古の形式である。 愛式が一つと、それよりやや新しい通式の形式のものが1個、外縁付け中一式3個が出土している。制作時期は、弥生時代前期末から中期中頃の間と考えられている。文様に強い独自性が見られる一つを除いては、同形式の銅卓の異型の分布から見て、近畿山とする説が有力である。12年後に出土したかも岩倉遺の39口の、 銅鐸との関連性を考慮すると、一致外に、機内製造であるとは、言い切れなくなってきている。北部九州製の可能性が高い。3号銅鐸は、電徳島県出土銅鐸と、同伴であることが確認されている。2号銅鐸が、京都市浮世区配が畑遺跡出土の4号銅鐸と、同伴であることが判明した。なお6個の銅鐸の高さが20センチと同じである。 地元の研究者である、早見康隆によると、近辺に、銅鉱山があり、またい型を作るための材料となる、木町石が大量にあることから、出雲で原材料を集め、大量に製造したのではないか、という説もある。さらなる研究が待たれる。矛先を揃えられ、銅卓ともに出土した、銅矛銅矛は、銅卓と同じ農の東側に、16本とも、をし、 矛先が交互になるように揃えて寝かせた状態で埋められていた。横には小ぶりの銅鐸がヒレを立てて寝かせた状態で同じく交互に並べた状態であった。ヒレとは銅鐸の横側、板状の部分をヒレと呼ぶ。古代当時、この青銅器に関わった人が銅矛の刃と銅鐸のヒレを立てた状態で丁寧に並べておいたそのままの状態を保って出土したのである。 分類には、諸説あるが、大まかに言えば、中広型14本と、中細型2本に分けられる。制作時期は、同県とほぼ同じか、若干後の時期と考えられている。その形態や北部九州産の制動機に見られる、あやすぎ状の研ぎ分けがあることから、16本とも、北部九州で制作されたものと見られる。ありがとうございます。